どうも、整体サロン朝日の富士さんです。本日の動画はストレッチをする上で注意すべきことをあなたにお届けしたいと思います。ぜひ最後まで動画をご覧ください。始める前に、なぜストレッチをしすぎると怪我をしてしまうのかを解説していきたいと思います。それではレッツゴー。さあ行くぞ。ストレッチは体にいいと思ってやっていても怪我をしてしまったら元も子もありません。皆さんに知っておいてほしい考え方があります。安全限界と有効限界という考え方です。ストレッチをして体が反応してくるエリアがあります。有効限界の手前の刺激量だと体は何も反応を示さない無反応なエリアがあります。有効限界はそれ以下では十分な効果が得られないレベルのことを言います。逆に安全限界はそれ以上は危険が伴うレベルのことを言います。体が安全限界を超えてしまいますと組織損傷を起こして怪我をしてしまいます。そんなメカニズムがあります。なのでストレッチをする時のポイントは、有効限界より強く安全限界より弱い刺激でやらないと全く効果がないということがわかります。その部分を体が反応するエリアと捉えてください。では考えてみてください。ストレッチをして筋肉が突っ張った感じがする、そう感じることはありませんか？これは先ほど説明した体のメカニズムで、安全限界をもう超えそうだからそれ以上筋肉を伸ばさないでねと体が教えてくれています。しかしこの声を無視している人がたくさんいるのが現実です。でもまだ一般的な考えとして、ストレッチをすると筋肉が突っ張るからそこの筋肉が硬いという認識を持っている人が大半だと思います。そんな体の声を無視して筋肉を伸ばし続けるので怪我をしてしまいます。ここが一番突っ張ると感じることができるのは、そこの筋肉が一番伸びているのを脳が感じることができるからです。一番伸びている筋肉を、皆さんはさらにストレッチをかけて筋肉を伸ばしているので、体は拷問を受けているようなものですよね。一番伸びれるがゆえに、もうこれ以上伸ばさないでくれと脳が指令を出しているのに、筋肉が硬いと思い込んでいて、さらにストレッチをするから怪我をする。この考え方を、この動画を見ている人は1早く知ってほしいと思います。どうしていくのがいいかといえば、体が頑張っていないところに刺激を入れていくしかありません。それだけで体はかなり変わります。そんな考え方や運動方法を他の動画で説明していますので、参考にしていろいろ運動してみてください。私が実践して効果の高かったものを厳選して紹介しています。今までにない考え方なので戸惑った方も多いかと思います。でもこの考え方が私の中では一番しっくりくる考え方です。今まで知らなかった動きを手に入れると、体ってこんなに軽いのかと感じることができます。脳が情報を感知できると体が動き始めます。逆に脳に情報が上がらないと体は動くことができません。脳は普段 10% 程度しか使われていないので、情報を感知できるととても軽く動くことができるようになります。なので、どのように体に働きかけるのかがとっても大切です。ストレッチを日頃からしているだけでも体への意識は高いと思いますので、少し考えを柔軟にして怪我をしない体への考え方を手に入れてください。今回お送りしたストレッチをする上で注意することはいかがだったでしょうか？この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が効果あったと思った方はいいねや高評価の方もよろしくお願いします。ご感想は概要欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。